お願いします、まず、オフィシャルから質問です、試合後の率直な感想をお聞かせください。そうですね、もう作戦通りにできて負けたんで、まあ、もう武田選手の勢いが上回ったのかなと、まあ悔しいですね。本当にお店の宣伝できなくて悔しいですよ。本当それにつきます。はい。対戦を終えて相手の印象というのは違いましたか？いや、もう全く映像で研究した通りでしたね。はい。研究した通りで負けました。初めての雷神のリングはどんな印象でしたか？そうですね、なんか特にいつもと変わらなかったですね。なんか特に会場でかくてなんか蹴落されるみたいな、そんなのは一切なかったですね。はい。試合を終えたばかりですが、今後の展望を教えてください。なんか今さっきツイッターでダミアン・ブラウン選手がやろうよみたいな感じで言ってきたんですけども、ちょっと怖いなって思いながらこれやらされるんですかちょっと分かんないんですけども、まあ、個人的にはちょっと怖いんで遠慮したいなとは思うんですけども、まあ、もうオファーが来たらやるしかないんで、はい、そこはご検討していただければなと思います。ありがとうございます。オフィシャルからは以上になります。その他ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか？先ほどおっしゃったようにほぼ作戦を遂行できたかと思うんですけど、判定が割れて、負けたことに関してはどういうふうに、こう判定基準についてはどういうふうに考えてますか？判定内容についてですかね、はい、そうですね、まあ、こればっかりはもうジャッジの好みなんで、しょうがないの、運が悪かったなって感じですね。作戦通りにやって、武田選手の勢いが上回って、で、まあ、ジャッジもどっちつけるかってなった時に、ね、やっぱり好み分かれるのはまあしょうがないんで、まあ、こればっかりは運が悪かったなっていう感じですねもうジャッジに委ねた時点でもう勝つ負けるはもうしょうがないんで、はい、もう不服はないです。ほぼ想定内だったと思うんですけど、その予想外だった武田選手の攻撃とか、あるいはこう動きがあったら教えてください。意外とパンチ伸びたなっていうのはありますね。もっと短い距離での、打撃なのかなと思ってたんですけども、結構パンチ伸びてきたのは誤算だったなっていう部分ですね。あとはもう想定通りであります。シュートのベルトと今後ライジンと両方をという形になっていくでしょうか？そうですね、まあ、シュートはシュートでライジンはライジンでっていう、まあ、うまいこと寄り添っていけたらなとは思うんですけども、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。その他ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか？あ、私から一つご質問いいですか？はい、ちょっと負けたらテンション的に聞けないかなと思ったんですけども、はい、公開練習で披露された縄跳びダンスはどのぐらい練習されましたか？練習終わって撮影開始までの多分10分15分ぐらいで動画見て3人で合わせた感じですすいません、なんか滑っちゃったみたいで公式から滑ってるっていうふうに正確に言いました。笹原部長が協議した結果ということで、はい、そうですね、なんかそんななんか協議までされるのと思って思いましたけども、はい、ありがとうございます、はい、まあ触れられてこっちもまあ良かったかなっていうのは、はい、わかりました。